岩本義幸は、広島県三好市出身のプロ野球選手、監督。元祖神主打法、初代トリプルスリー。セリーグ初のベストナインも受賞している。弟は、プロ野球南海の投手、審判を務めた岩本慎一。5人いる、孫の一人に、女優の塔の舞子がいる。旧生三児中学から、2年時に旧制高良中学に転校。 高齢野球部のスラッガーとして活躍し、乱闘試合の土作様切れに補欠なのに、自分で代打を告げて、ホームランを打った、敬遠のワンバウンドした球を、本塁打にしたなどの逸話を残す。最上級生となった1931年に、第17回全国、中東学校優勝野球大会に出場。中学長女級打者と評されたが、準々決勝で、 吉田正恩応用する中京商業に赤敗しかし同年秋の神宮野球大会では吉田を打ち込み、さらに前年から夏春連覇中で、この年の夏はハワイ遠征で欠場したハイヤマ元春鶴岡和虎のいた、同じ広島の広島商業を決勝で、岩本の長打2本で下す、明治大学に進学。二年生で、首位打者、また一シーズン三本塁が、 一試合13塁打の記録を作った、戦前の六大学リーグ戦の代表的スラッガーと呼ばれる、リーグ通算77試合に出場し281打数86安打打率3064本塁打62打点、明大在学中に自ら考案して身につけたと言われるバットを体の正面でゆったりと構える独特の打法は、 か主打法と呼ばれた。この打法は、バックスイングをほとんど取らず、腕力だけで叩く打法であった。マスコミは、理論を超えた、打法、打法を超越した打撃と騒ぎ立てた。1934年、大学卒業後は、野球部のない大道電力に就職。1936年発足の職業野球、全球団による大争奪戦となったが、もう野球は、 秋田県能と断って参加せず。しかし、野球からは離れず1937年、6大学出身のスター選手を揃えた、クラブチーム日本一の競合、東京クラブに、所属、3番、ないし4番を打って、第11回都市対抗野球大会で準優勝に、貢献した。東京クラブは、翌1938年シーズン前に解散。 東京クラブ在籍は1年のみで、この年発足した南海軍の創設に参加した。初代監督、高須和夫に、意の一番に誘われた。岩本以外は、全員無名選手だった。一度は、プロ野球を断ったが、始まったリーグ戦を、上江草球場で見て気が変わったという。高須には岩本が、高領中学時代の上海遠征で、 新聞記者として引率してもらったという恩があった。南海軍、初代背番号1。初代首相で教育係でもあったが、初戦のオープン戦途中に赤髪の霊場を受け、それをポケットに押し込むと、撃て、撃て、と内容を知ったし、2年間兵役に服し、陣太をにいた。そのため試合出場はなく、 復員した1940年から戦時下の1942年まで南海でプレー。1941年の太平洋戦争開戦直前に行われた職業野球東西対抗戦でも西軍の4番を打った。この試合に出場した選手の大半はこの後戦地に送られ、吉原正義、鬼頭和夫、村松幸夫らは帰ってくることはなかった。 1942年には打撃3部門で全て2位。同年7月11日の交絡園球場での対名古屋軍戦で1試合3本塁打のプロ野球新記録を達成。戦前に記録した唯一人の選手である。1938年の面製品禁止令以降、粗悪となった用具がさらに進んだ年の記録で本塁打王。 古川製造が105試合で8本、南海のチーム本塁打が11本という年の1試合、3本塁打であった。再び召集を受け同年限りで退団。戦争末期は、郷里の三次市に引き上げていた。その頃、呉れ海軍交渉に勤める知人から、佐藤やるから取りに来いという話があり、1945年8月6日に一番列車で行く予定で行ったところ、 体がだるくて三番列車になり、広島に向かう途中で、原爆投下を知らされた。一旦3時に戻った後、在京軍人を集めた、広島の救援活動に従事した。このため、入試被爆者として被爆者健康手帳の交付を受けている。戦後は、アマチュアの全広島で、プレー後、1947年からは、高陵の後輩、白石克美が総部して、 監督を務めていた上田組に、白石の巨人復帰による公認を頼まれ、選手兼任監督として在籍。チームは、その後解散。親戚演者から20万円をかき集め、退職金として、選手たちに分け与えた。1949年、この借金の生産のため、石本周一の要請で帯ロビンスに37歳で7年ぶりに、プロ球界に復帰したが、 高齢のため契約金はなかった。翌1950年、小西徳郎が小畜の監督就任を誇じ、チームは監督不在のままキャンプに突入。岩本は大量補強したチームをまとめるため、キャンプ地、倉敷から大戸三輪で東京まで駆けつけ明治の大先輩、小西を説得。小西は嫌々ながらも要請を重諾した。自身も二リーグとなった同年。 3月11日の開幕第2戦でセリーグ第1号本塁打を満塁で放つと、この年3番小鶴誠、5番大岡虎夫とクリーンアップを組み、水爆打線と呼ばれた強力打線を構成し、シーズン127打点に加え、史上初のトリプルスリーを達成して、リーグ優勝に大きく貢献した。トリプルスリーの最年長記録など、 この年の小畜の打撃記録は多くがプロ野球記録やセリーグ記録である。毎日オリオンズとの第1回日本シリーズでも3本塁打を打ち、第6試合では4点リードされて、虫満塁では毎日から同点本塁打を警戒されて敬遠された。岩本自身がノーアウト満塁で敬遠なんて自分の長い野球生活でも後にも先にもないと驚く作戦だった。 シリーズは、初戦岩本の無謀な三投などで毎日に敗れた。このプレーは、岩本のミステリー走塁と言われている。1951年8月1日の対、大阪タイガース戦では、自らの記録を塗り替える史上初の1試合4、本塁打を、記録、2塁打も放ち1試合18塁打のプロ野球記録を、達成。この2塁打も、左翼フェンス上部を直撃したと言われている。 三十一本類が打点八十七、打率二位。三百五十一長打率一位、盗塁は十。この年四月二十二日の国鉄戦から六月六日の巨人戦まで二十七試合連続ヒットを記録。この記録は九百七十六年に張本伊佐に抜かれるまでセリーグ記録だった。前年とこの年に二年連続で外野手シーズン最多補殺八という、 セリーグ記録も残している。1952年に太陽ホエールズに移籍。1953年に小地クロビンスとの合併で小地区が小西監督の続投に難色を示し監督就任を要請されたが小西の顔を立てて辞退し小西監督の続投となった。この年はシーズン24式を記録した。 岩本は頭部に死球を受けても平然と一塁に歩き、これにはぶつけた投手の方が青くなったという伝説がある。張本伊の話では、ひびの入った頭蓋骨のレントゲン写真を見せてもらったことがあるという。また岩本のあんちゃんは、喧嘩が強いと雷鳴が鳴り響いていたと言われる。ただ鈴木隆二は、岩本君より、大家君の方が強い。山和九士は、 大岡が一番じゃないかな、プロ野球30年史上ではと話している。1954年に一旦は引退し、一家で仙台の奥の北上川のあぜに粗末な参加を構える。朝の5時から鉱山で鉱石を砕く仕事に従事し、仕事が終わると山に入りバットで木の枝を叩き寄っていたという。アマチュア、水卓駒型野球クラブに所属したのは、 仲良しの小西徳郎が、あまりに悲惨な岩本一家の暮らしを心配し、仙台の野球人や新聞社に繋がりをつけたためである。同年、第25回都市対抗野球大会と、翌1955年の第26回都市対抗野球大会に、富士聖哲釜石の補強選手として出場し、健在ぶりを発揮。全試合4番を打ち、 第25回大会では準決勝進出に貢献する。1956年に強化参加年計画を打ち出した東映フライヤーズの選手権任監督として3度目のプロ野球復帰。明治生まれで最後の現役選手でもあった。1957年8月18日の阪急戦で5番レフトとして先発出場し、45歳5ヶ月で本塁打を打ち。 史上最年長記録となった。同年限りで現役を引退。監督は1960年まで5年間務め、ス島正一、土橋正幸、山本八郎などの主力選手を率いて、1958年にはゴース選手をオールスターゲームに送り、1959年には同郷の高卒新人、張本伊を抜擢するなどで、チームを初めて A クラス入りさせた。 聖捕手、山本八郎が故障すると自分で、チェストプロテクター、レガースをつけて、ホームに座り、若い投手に大声をかけた。また、ユニフォームを脱げば若い選手とコップ酒を飲みあんちゃんの愛称で慕われたという、優勝を期待された翌1960年は恋に、終わる。このため巨人の監督、水原茂が辞任、東映が水原を、 次期監督候補としているという情報が入り岩本は、辞任ホイ・コウイチに代理監督を任せると、シーズン終了待たずに辞任し、翌1961年は、東映のコーチを務めた。その後は、近鉄のコーチを経て、ベッドカオルの公認として1965年から1966年の2年間、近鉄の監督を務めた。2年連続再開であったが、 鈴木啓事らを育てた。1981年に競技者表彰で野球殿堂入り、晩年は競技の3時で予選を送った。長寿で知られ、グラウンドに自転車で出かけては子供たちに野球を教えたり、地元 TV に出演して、官主打法を披露したりしていた。2006年頃から特用ホームに入所していた。2008年9月26日に、 急性心不全のため死去。96歳没、ありがとうございます。